Google マップとかストリートビューとかで映ってしまった、はい、ミステリーな場所5選。おーミステリーあれすげえ、すげえ。心霊屋敷なんですよ。あ、もうそういう屋敷なんだ。幽霊屋敷なんだ。この中になんとエリア51存在するんですよ。嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。あ、そういうことだ。あるんだけど、 OP があるから分かんない。言わなくてもいいんだよ。ゼロ出せばいいんだよ。 Google マップとかストリートビューとかで映ってしまった、はい、ミステリーな場所5選、5個紹介するわけなんだけど、はい、まあ、最後の2つはザ・都市伝説というか、おう、結構もうそういう、なんていうんですかね、そういう、もうザ、本当にその通りですよ。なんだお前どうしたよ、苦手が分かれろ、分かれろ付き合ったからな、分かれよ、浮かれちゃってんなら分かれたらいいよ。確かにお前彼女のために頑張ってるよ。うっさーだな、うっさーだな、うっさー。ちょっとそれっぽくやりたいんで、はい、一つ一つに僕はサブタイトルをつけました。おお、一つ目、異次元の島ザ・スケリーズ。はいはい、はいはいはい、ね、これだけじゃ何ですか。意外と思わない。イギリスの島なんですけど、はい、普段はめっちゃ岩石なんですよ。ほう、あ、普段の画像見せますよ、そしたら。はいはい、もうめちゃめちゃ普通の島ですよ、これね。ね、ゴツゴツな岩な感じで、ただの無人島。これをストリートビューで見ると全然違う、とんでもない映像が流れる。これストリートビューじゃないの？これはただの Google マップです。あ、上から見てただけだね。そうそうそう、ストリートビューで見た画像がこちらです。これです。なんだこれ、やばいっしょこれ。え、すぎだろ。え、今だってね。嘘だ嘘だ、これ意味わかんないでしょ。これは嘘でしょ。スプラトゥーン見て。そうスプラトゥーンとシガーラッシュの間みたいな。スプラッシュ、スプラッシュ、スプラッシュ。二つ目いきます。はい、山の上に突如現れた〇〇。飛行機の乗客が大陸を見て横たわっているバケモンみたいなのがあって、その場所洗い出した結果、見つかったものなんですけど、じゃあマジじゃん。じゃあ上空から見た画像をご覧ください。やばいやばいやばい、やばいよ、楽しみなやつだよこれ。ちょっとまだわかんないかな。わかんないな、さすがにわかんないな。全然わかんない。ちょっとズームしますか。あ、あ、なんか、あ、え、これ、お、あ、お、あれ、すげえすげえ、巨大なウサギなんだ。なんだこれ、これ何、言ってんじゃん。どこ向いてんじゃねえか。そっくり歩いてる。あれ、ウサギですか。ウサギじゃねえです。あれ、怖い顔。これ、これ、これ、色、あれ、色、色、俺ちゃうわ。お前じゃ、俺じゃねえよ。巨大な電話してる時の顔で、え、俺、浮かれてる時こんな顔。これ全長 100m から 120m ぐらいあるとされて、ピンク巨大ウサギでございますね。オーストリアのゲリチンっていうこのアーティストグループがいます。最悪の名前。その人たちが作った作品なんですよ、これは。おお、行っちゃってる目っていうのもあのコンセプトがありまして、上からバーンって落っこちて、うわー、再現してるね。なるほど。落下の衝撃でこれ臓物がビヨーンって漏れてる。あ、これ臓物、臓器なの。そう、臓器なんですよ、これ。3つ目です。はいはい。まるでホラー映画のワンシーン、ニューヨークにある呪われし家。2013年なんだけど、はい、もう世界中がね、もうある一枚の写真を見てもう衝撃を受けました。その写真がこちらでございます。はい、はい、これもうストリートビューなんですよ、これ。え、やばい、歪んでるね。やばいでしょこれ、うん、これやばい。え、めっちゃ怖いじゃん。これはすごい、やば。こんな感じで本当にホラー映画。うん、そうそうそう。これ実はね、ここら辺のそのニューヨークの地元の人では結構有名な心霊屋敷なんですよ。あ、もうそういう屋敷なんだ。幽霊屋敷なんだ。これが原因で変な感じで映っちゃってるんじゃないかって。あー、なるほど。島さん、そうそう、オカルト専門家の方は言っております。誰も住んではないんだ。誰も住んでないです。幽霊屋敷、幽霊屋敷、幽霊屋敷。そういうのが3つ目でございます。はい、じゃあ気になる4つ目。はい、魔の三角地帯、ネバダトライアングルでございます。バミューダトライアングルっていう、知ってます？まあ有名なやつだね。こっちは結構海系なんだけど、ここら辺付近を船が通るともう結構もう持ってかれちゃうみたいな。本当魔のトライアングルって感じなんだけど、それの地上バージョンがこのネバダトライアングル。やばいね、これ。すごいよ、本当にね、おかしいんですよ、マジで。
海流だったらまだ3つって分かるんだけど、はいはい、まあいいや、もう口はどうでもいいからちょっと見てもらおう、はいはい、これ本当にやばいから、痛いっす、これでございます、見てこれ、え、おかしいでしょ、これどここれ、ネバダですよ、だから広いのこれ、これはマジで広い、関東地方ぐらい、超でかいし、でしかも見てこの規則正しい、うん、やばいやばいやばい、おかしいもん、これやばい、これ普通にあの誰でも見れるから、うわ、ストリートビューじゃねえや、Google マップで検索かければ誰でも見れるから、ネバダトライアングルが注目を集めたきっかけは2007年、偉大な冒険家フォーセット氏が飛行機でネバダ州を飛行中に消えてしまった事件である、アメリカの英雄だけに大捜索が繰り広げられるも何の痕跡も見つからず捜索は中止、経験豊富なフォーセット氏が何もないところで墜落するなんてミスを起こすわけがないと捜査機関が新たに調査したが痕跡は全く発見されなかった、でその1年後にこの付近を登山していた人が骨を見つけて、はい、2本の骨を、この2本の骨を調べたらフォーセットのものだったと、そう、骨と隣にはそのフォーセットが乗ってた飛行機がもうバラバラになってた、墜落したんだね、冒険も慣れてたわけだから、そんな人がこんな何もないようなところで事故るのおかしいから、うん、じゃあもう一回調べてくれって言って、はいはいはい、でもう一回細かく調べたら付近に8機の残骸の飛行機、8機、うわー、めっちゃ細かく調べたらめっちゃそういう残骸があったらしい、吸い込まれて船の墓も、そう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 、原因をね調べたところ、まあ、一番現実的な説としては、うん、太平洋が近くて海から来る風って結構強いじゃん、うんうん、あーなるほど、風と斜面でジェットコースターみたいな重力波みたいなのが生じたらしいんですよね、気流がおかしくなっちゃって、そう、気流がおかしくなっちゃって、でこれに持ってかれちゃう、これに対して、はい、都市伝説的な意見もありまして、この中になんとエリア51存在するんですよ、来た、そうそうそう、さっきネバダって言ったけど、ネバダといえばね、その宇宙人がよく見つかる場所、まあエリア51あったりとか、そういうネバダといえば宇宙なんですよ、はい、でまあ宇宙人の専門家の人はここで UFO の離陸する瞬間を見つけてしまった飛行機を撃退したりとか、やばいね、エリア51のその最終兵器、宇宙、うん、対宇宙人の最終兵器の実験としてもうバチコン行ってんじゃねえかとか、そういうね意見もねあって、結構根強いあれが支持がありますね、陰謀論だねこれは、そうそうそう、まあねここで終わってもいいんですけれども、どうしても僕が紹介したいものを最後にありまして、 Google マップ史上一番異例なことかもしれないというか、最後の写真をね、はい、ちょっと見てもらいましょう、はい、どこが異例かっていうのをちょっと皆さんに気づいてもらいます、はいはいはい、こちらでございます、ヒマラヤ山脈のね、カングテガ山の近くにね、なんか変なのありますね、あるね、黒いやつ、分かった、そう、ブラックホールみたいなのあるよね、そう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 、これこれそれあれじゃないの、フォトショーで切り取ったやつよね、ちげえもう YouTuber しか分かんないでしょフォトショーとか言ってもまあまあ、いびつだなこれね、地図の上から、うん、黒く塗りつぶしてるんですよ、隠してるってこと、そう、隠してる、あ、そういうことか、あ、それはやばいね、隠してる、これ隠してんだ、じゃあ大気が意外と近かった確かにフォトショーみたいな切り取った、そうだね実はね、こんな感じで黒く塗りつぶしたりぼかし絵を入れたりっていうのは少数だけど、こういう例他にもあるんですよ、例えばどういうものかっていうと、軍の秘密基地だったりとか、はい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 、なんか国家機密に関わるものとかで、全世界に見られたらまずいようなものをこうね塗りつぶしたりぼかし入れたりするんだけど、はいはいはい、それってあくまでも軍事とかそういうシークレット的なやつ、うん、じゃあこれ何、めっちゃ自然なところで山なのに黒く塗りつぶしてるってこれ何っていう話、これがねありえないことなんですよ、しかも何が謎かって言ったら、これ黒く塗りつぶされてるのが2015年の4月で、5月にはもう消えてるの、これ1ヶ月間だけ、1ヶ月間だけなぜかここ隠されてる、意味わかんない、なんだなんだ、どういうこと、見せたくない何かがあったの、うん、そうだから、その1ヶ月だけ多分見られたらまずいものがここにあったの、それがこうやって見れるってヤバくないですか皆さん、めっちゃ謎だな、あーもう謎が謎を呼んでますよ、はい、ミステリーですね、ミステリーですこれは、まあ今日紹介したようにね、世界には理解しがたいスポットがめちゃめちゃ溢れていると、はい、いうわけじゃないですか、はい、機材とか技術のねトラブルによってこうバグってこうなったんだよとかね、うん、まあやっぱそう考えるのがやっぱ現実的じゃないですかやっぱり、うん、ね、まあそうね、まあニューヨークのねニューボルモチア、さっき紹介した幽霊屋敷みたいに、はい、うん、まあ、心霊現象が原因でこうなったって言ってもまあ言うても信じない人の方が多分多いんじゃねーって思うじゃないですか、うんうん、ただしかしですよね、もう我々 S スタジオホラーナイトの見たく動画を編集して、うん、
で、アップロードしてる時に例の現象が混じっちゃったりとか、やっぱそういう例って過去今まで何回もあるやん。はい、ありました、ありました。だから電波を利用してこういう例現象を起きるのって、で意外と信憑性あるんじゃねって思うんですよね、僕はね。まあそう考えたら、今回紹介したこういった現象っていうのは本当に例が引き起こしていることなのかもしれませんね。信じるか信じないかはあなた次第です。めちゃめちゃ面白い、ね、これ人気シリーズになりそうですね。これそうで、結構他にもいろいろありましたね。ストリートビューシリーズ面白かったらチャンネル登録がよろしくお願いします。よろしくお願いします。そういうかが多かったら、ターボーさんこのシリーズ続きやってくれると思いますので、はい、皆さんぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。バイビーバイビーバイビー。